ニガーユリア町築地滑り資料館は、兵庫県西宮市にある地滑りに関する資料館。兵庫県阪神南県民センター県土整備部下センサ防火の所管である。兵庫県立鉱山森林公園の東隣にある。1995年1月17日早朝の、兵庫県南部地震によって、西宮市鉱山の阪神水道企業団鉱山、事業所北斜面で、 幅約100メートル、長さ約100メートル、深さ15メートル、移動度会約10万立方メートルという大規模な地滑りが発生した。この地滑りで斜面東側に位置する、二川百合谷町と二川六丁目の家屋13戸が押し潰され、住民34名が死亡した。災害から2年後の1997年11月18日、被害状況と土砂災害の恐ろしさ。 災害対策の仕組みなどを学べる施設として、災害現場の一角に本資料館が開館した。資料館は2階建てで、ビデオ映像、パネル展示、ジオラマ模型などを備える。資料館の近くには、慰霊碑が立つ。資料館周辺には、アジサイや水仙などの花々が植えられ、地滑りが発生した斜面には、地域住民団体、ユリの会が2004年から芝桜を植えており、 現在では6000株を超える花の名所となっている。震災の発生時期には、2002年から毎年、ユリの会が地滑り資料館で追悼コンサートを模様してきたが、主催メンバーや遺族らの高齢化により、10回目となる2011年で幕を下ろした。ありがとうございます。